2011年3月11日東日本大震災で最愛の奥様を亡くされた木更俊一さん、その後兵庫県の兵庫ボランタリープラザの三田さんが何度も何度も毎年3月11日そしてお盆に宮城県名取市閖上芽出島の仮設住宅にボランティア活動に行かれました。そして芽出島の皆さんと兵庫ボランタリープラザの皆さんと深い深いこう心の絆ができて、そしてまたあの兵庫ボランタリープラザのボランティア活動に私も参加させていただく中で木更さんと出会い、今では心の友としてお付き合いさせていただいております。その木更さんに捧げて作らせていただいた笑顔、2014年に CD で発表したんですけども、今も大切に歌い続けているこの笑顔を、今日はこの湯布院の夕日を見ながら歌わせていただきたいなと思います。九州の湯布院から東北に届きますように、そして天国に届きますように歌わせていただきます。笑顔をお聴きください。シャラララララ、シャラララララ、シャラララララ、シャラララララ。久しぶりにお前のそんな嬉しそうな笑顔を見たよ。あれから何年も経ったけれど、ずっとここで待ってたんだ。お前の背負った悲しみを一緒に背負いたくて、差し出してたこの両手をやっと掴んでくれたね。今夜は朝まで飲んで歌おう、泣いて笑って語り合って、涙にまみれた「シャラララララ」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 「お前と二人で南の島へ旅したことを」覚えているかい？海を見ながら一つずつのイヤホン、同じ歌で一緒に泣いたね。財布の中は空っぽでも、楽しかったんだろう。どんな酒でも夢を魚に最高に分かったね。今夜は朝まで帰さないぜ。飲んで
ララシャラララララシャラララララシャラララ